ポッ。はい、で今日は普通に僕ここの家に引っ越してきたんですけど、あ、待って、これ前回も見ました。じゃなきゃダメなんだ。あ、ちょっと変えていいですか、うん、ポッ。はい、で今日は普通に今日ちょっとアベンジャーズだと思ってるんですけど、で、ケアリーということは今日はですね、いやこの方に来てもらって、ここの家に。どうも、ブロザンです。いや、ほー。あら。はい。来て。あら。来ていただいて。だいぶさらに絡みづらくなった、コロナ禍で。コミュニケーションっていう、あれを失ったでしょ。失ってますもん。だいぶ会話できなくなっちゃった。そうなんですよ。ここに来てもらって、はい、プロターさんに。はい、え、なんで俺がここに来たの？俺が呼んだんだけど。あ、そっか。どこの家を。じゃあ、はい、僕が来てもらいまして、はい、ここに。今日はですね、何やりたいかっていうと、はい、やっぱいろんなもの食べてるじゃないですか。いや、もう散々いろんなもん食ってるよね。やばいっすよ、うん、普通に。でもなんかもう本当に、全部見渡して、うん、もうバーって見て、一番美味しそうだなっていうもん、今日。はい、食べたいなと思って、スマイルポテトです。スマイルポテト、はい、スマイルポテトが一番美味しそうだった、はい、だいぶここらへん行ったよ。なんかすげえ、なんかここらへん行ってないの。だいぶここらへん行ってるよ。僕の中でここらへんなんですけど、スマイルポテトここらへんなんですね。そうまあ人それぞれあるから。そうなんですよ、まあ、すげえなと思ったんで、もうやりたいなと思って、いいね。スマイルポテトっぽい、なんかアンパンマンポテトみたいな、ちょっとスマイルポテトじゃねえじゃん。ないんすよ、スマイルポテトがどこに売ってなくて。超懐かしいよこれ、子供の頃、うん、弁当とかに入ってたもんね。そうなんすよね、うん、今はもうどこ気持ち悪いなこれ。これヤバくないですかこれ。これヤバ、誰これ。すごいっすよ。うおっ、クッション。ヤバヤバいよ、爆発して今。あ、スマイルポテト残りあるっすよ。スマイルポテトあるんで、うちにも、はい、食べていきたいと思いまーす、はい、まーす。もうなんか準備がすごいいいらしいので、あとはスマイルポテトを入れていくだけの簡単なお作業でございます。ちょっとこれ怖いんですけど、はい、大丈夫ですか。え、大丈夫大丈夫、まさにそれいけ。ダメなやつじゃないですか、あの世の方。それいけ。マジからはやんぱまって。確かにこっちじゃなくてこっちの方で。ガキからこっちのそれいけ。やば、見てこれ。こんなちっちゃいんだ。カントリーマームみたいなこれ。カントリーマームがふてくされてるみたいなんだよ、これ。これアンマンマンっすか。全然アンマンマンじゃない、これ。うわぁ、すげぇ。食パンマンっぽい。あー、食パンマンっぽい。えぐられてるもんね、鼻。ん？なんか博士みたいな人いるんですけど、ここに。誰それ。わかんない。穴開けただけじゃん。じゃあ、とりあえずこれ全部入れてきますね。全部入れてきますか。うわ、すごいよこれ。マジ量が半端ないよ。アンパンマンがすごい楽しそうっすね、うん、じゃあこれに、はい、移して、やばい、やっていきましょう。綺麗、はい、めちゃめちゃ綺麗。綺麗ではなくて、スマイルポテトって美味しいですか。スマイルポテトね、うん、マジでうまい。いや、ほんとスマイルになっちゃう。スマイル、あ、そういうことか。そういうことだと俺は思って、みんなスマイルになっちゃうから。じゃあ見てこれ。アンパンマンたちの死骸だよこれ。このまま見ちゃダメやこれ。このまま見ちゃダメやこれ、うん、アベンジャーズになりたいんですけど大丈夫か。だいぶこだわってるな。全然アベンジャーズ感ないよこれ。確かにさ、ほんと小学校1年生のパパとママの似顔絵だよこれ。結構量多いね。確かに、俺何袋買ってきたんでしょうね。いや、あと3袋だよ。ここのうちに寄付しに来たんで、何これ。いや、これやばいよ、火炙りの刑みたいな。心配なのサムネ的にこれ全然アンパンマンじゃないんだけど。ダメだってこれ、メーカーさんこれ。こんなアンパンマンじゃないよ。あっちゃい、あっちゃい、これ見てもらったら分かりますね。これは子供に夢与えてないねこれ。あ、でもそういうメッセージ性があるんじゃない。そういうこと、現実見なさいよって、うん、あ、でもやっぱ綺麗、これ綺麗なの、全然違う。これがほんとスマイルポテト。そうか、美味しそうでございます。ひっくり返してね、はい、うん、え、めっちゃ綺麗。スマイルポテトやっただけありますね、うん、一番最初に、うん、スマイル、すげえ、めっちゃ綺麗じゃないですか。うわー、いいね、うん、なんかプロの料理家っぽい。いや、本当に、うん、あっ。え。俺、絡みづらくなってますね。どんな表情だ。自粛期間開けてから、あれ、全然合ってなかったじゃないですか。あー、確か合ってなかったね。僕、なんかコミュニケーション能力とかやばくなってます。だいぶ来てると思う。来てますね、うん、あ、撮ってんのこれ。あ、撮ってました。言ってリアルと YouTube 用が混同したから素でおかしくなったったから俺。いや、やばいやつじゃないですか。本当のやつじゃないですか。今のは本音で言っちゃってるんだよ。
できました。はい、できました。はい、できました。こちらでございます。スマイルポテトでーす。いいっすね。お待たせしました。うん、でもなんか落ち着いてる感じ。落ち着いてますよね。そうっすね。後ろはね、ちょっといろんな感情がそうっすね。はい、アイドルで受かった神セブン、後ろは脱落した、はい、哀れな、はい、アイドル志望。食べていきたいと思います。はい待ってなんだみんな、ちょっとこんな感じで作り終わりましたね。作り終わりましたね。後ろから見るとさ、これとんでもねえことなんだ。粗大ゴミみたいな。でも俺こういうの好きなの。たこ焼きとかもさ、綺麗な丸よりもなんかべちゃってなってさ、酸っぱい中の方が端っこら辺みたいな。そう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 、うん、じゃあいただきます。はいはい。でんぷん素材素材一個上いっちゃった。1個一個後ろ一個後ろ戻っちゃった。でんぷん端の感想ででんぷんって初めて聞いたやつ。これマジででんぷんだから。ほんとっすか。うん、まあここじゃなくてこっちっすね、うん、まずそっち雑魚キャラだよね。はい、あっち。ちょっといただきます。これでんぷんでんぷんでしょ。やばい、じゃがいもめちゃめちゃすりつぶして。いや、そう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 、なんかべしゃって投げたぐらい、うんうん、焼け焦げたこのカレーパンマンいただきたいと思います。カレー味、そう、なんかうん、うまい。うん、なんかでもじゃだからね、見てるだけでいい。栄養は高いんだろうね。あまずいからさ。そういうことか。あ、まずいからだ、ね、あ、でもこれつけたら絶対美味しいの。うん、うん、うん、うまいよ。すごい、ケチャップ美味しい。スピードすごっ。うん、うん、あっ、うまい。美味しい。やばいっすね、これまだちょっとしか食ってないじゃないですか、うん、なんか油食ってると一緒。いや、ほんと結構くるもんね。はい、床に水をばらまいて、はい、水で全部大きいで全部絞り取って、それガーって飲んでるの。あ、それそれどうすんの。おしぼり、おしぼり、おしぼり、はい、これ、ね、絶対美味しいの、このスマイルポテト。あ、スマイルポテト、うん、まっ。全然違う、全然違う。それ選ばれるよ。ポカコ、うん、ポテコ。このはね、取り方がもう完全に囲碁だもん。そうっすね、神の意って極めるやつ、うん、これに絶対美味しいんじゃないですか。絶対うまいよ。はい、 DV5 のちょっと女って感じですけどこれなんだろう、ちょっとおしっこかけられちゃった後におしっこかけられたら AV 以外ないかな。まだ俺の方がある。だって現実見た方がいい。現実見て。もちもちもち、こんな食ってたかな俺。あれ、もう美味しくなってるんだ。うん、水飲まないとやばいっすね、これ絶対美味しいんですよ、ここは、うん、これ絶対うまいね。このなんか寝ぼけた朝っすね、これは。じゃあ朝食、うん、トースターをちょっと無視しちゃった時。いや、ほんとこれ何これな、何が起きてるのこれ。ぐちゃぐちゃにしちゃったらパンケーキできますよ、うん、いや、ほんとだからパンケーキだよこれ。うん、食感はうまいんだな。これ食べた後のこれ、うん、やばい、選ばれるだけ。あれは地上は組だからこれ。あ、うん、これでまあ売れない闇深き女子あれからラーメン食った後から結構時間経ってるじゃないですか。いや、ほんとほんと、やばいっすよ、うん、こっちの方がやばいっすもん、正直、うん、これはね、うん、さっぱりなの。サクッとして、確かに後味も好きに、サクサクシュワって感じなんだけど、ベチョって感じだから、バイバイって言ってんのにさ、うん、まだバイバイあ、いつ終わんないの。いつ終わったらいいかなって、うん、バイバイじゃあ僕持ってきたんで、うん、男気見せた方がいいっすね。お男気いきなり、これ何それ俺、何それすんごいことなんだよ、やっぱ売れない人たちも救ってあげなきゃいけないなって。そういうことだよね。おにぎりだからそれ、焼きおにぎり。うわぁ、もう唇が石原さとみみたいにプルプルだもんよ、これ見たの。すごい大丈夫マジで。大丈夫大丈夫じゃないっすか焦げてるぐらいが一番いいと思う。最後のこれ、うんうんうん、いただきました。これ、うん、おいしい、うん、うまい、うまい、うまい。ここやばい、うん、すいません、ここ行ってもらっていいですか。なんだなんだ、ここ？この一番脂が溜まってそのとこ。いや、ここで行ったら俺死ぬよ、まず。一回なんか経験してもらいたいな。一回経験した方がいいんだ。はい、2年縮まるかもしれないですけど、経験した方がいいやつ。確かにね、はい、行きます
メラだよ、これ100個だったでしょ。100個100個あったよ。100個どう見てもあったでしょ、最初。確かに、もうほぼないようなもんだもんね。確かに体調が悪くなってきましたね。うんうん、なんかアンパンマンのな掲げた悪だね、これ。やべえ、これで無理。それもういいっしょ。5、6、7、8、もう2個ぐらい、2個。9、あ、9個なんで、うん、多分前スマイルポテトよりめっちゃきついですけど、どっちがきついですか。100倍こっちの方がきつい。100倍きつい。よかったらインスタグラムとツイッターフォローしてくれてるということで、もう何もないんで終わりたいと思いまーす。何もないんで終わりまーす。え俺んで終わったの。そう。